だってこのお祭り作られた方、延期された方、本当にいろんな思いがあったと思います。でもこうやって今日明日、とても思いにつながるお祭りになっていると思っています。私たちもこれが最後の演舞ですねになります。5月の時も朝もちょっと言わせていただきましたが、今時間があるよと言っていただいたのでご報告させていただきます。5月1日に宮城県の名取市に踊りに行ってまいりました。こんな時にどうなのかな、踊りに行っていいのかな、ちょっと悩みましたが、避難所の皆さん、第二中学というところと増田西小学校というところに行かせていただきました。避難所は生活の場です。初めはどうかと思いましたが、まず黙祷、海に向かって黙祷を捧げ、鳴子をずっと鳴らして、そして最後は南部という、東北の道のくよさこい、よさこいの、総踊りをですね、東北のチームも5チーム来てくれました。津波で衣装が流されたチームもありました。本当に自粛ムードもあって踊っていいのかなってギリギリまで悩んだ、だけど踊ってよかった最後言ってくれました。そして関西からたこ焼きも焼きに行きました。とっても喜んでもらって、また帰ってきますと約束をしました。今日はですね、その時も千羽鶴をあちらの避難所の方に、お送りしたんですが、この衣装の薩荘のメンバーは今日も色紙を持ってきています。そして千羽鶴、鶴ね、折れない、僕たちもいるかもしれないんですけど、お姉ちゃんたちがお兄ちゃんたちが教えてくれますので、鶴を折ってその翼のところに願いとメッセージとお名前を書いてください。私たち7月か8月にまた岩手の方に行く約束をして帰ってきたので、必ず、皆さんに届けますので、皆さんの思いをぜひ、書き留めてください。もう一個だけごめんなさい。私たちこのお祭りもとっても楽しませていただきました。10月も東北大震災復興を願うお祭りとして神戸アライブを10月の第3週15日と16日に、開催させていただくことになりました。まだ、本当に東北に行くことがいっぱいいっぱいで準備もできていませんが、ぜひまた神戸の方にもお越しください。それではお待たせいたしました。サソジャパン八百万を踊らせていただきます。八百万とは万物すべてに宿る命、いろんなことがありますけれども、それもすべて必然偶然ということはないし、そして当たり前であることもないと思います。こうやって踊らせていただくことに感謝を込めて踊らせていただきます。サソジャパン八百万Alive.